ナンバー、愛、の期間、夢の再び。なぜ三人ともメガネをかけなければならないのですか自分の気持ちを隠すため、あの瞬間、私たちはみんな、驚きと感動で溢れました。神宮寺くん、岸くん、そして紫輝くん、彼らが舞台に戻ってきた瞬間、ファンの心は一つになりました。それぞれが抱えた思いや挑戦を経て、彼らが再び光り輝く舞台に戻ってきたことは、本当に感動的でした。 何年もの歳月を経て、彼らが再び同じ場所に立ち、同じ夢を追い求めることができたことは、まさに奇跡と言えるでしょう。その背景には、数えきれないほどの挫折や苦難がありました。しかし、彼らの信念とファンの愛は、彼らが立ち上がり、前に進む力を与えてくれました。サングラスの裏側に隠された感情や涙の意味を考えると、彼らの心情は一層理解できます。熱い歓声の中で、 彼らが抱える感情は言葉にはできません。そのサングラスの下には、喜びや感謝の涙が隠れていたのでしょうか。それとも、悲しみや挫折の涙がこみ上げていたのでしょうか。彼らの期間は、ただ喜びだけではありませんでした。彼らが乗り越えてきた困難や試練、そしてそれぞれの思いが、その舞台に立つ姿に込められていたのです。ファンとしては、彼らの姿を見ることで、自分自身も勇気づけられ、希望を見出すことができました。 また、彼らの帰還は、彼らの人間性と絆を改めて感じさせてくれます。彼らが一つになり、夢を追い求める姿は、私たちにとって本当に感動的なものでした。彼らの純粋さや誠実さが、ファンの心を掴んで話しません。紫輝くん、岸くん、神宮寺くん、彼らが再び舞台に戻ってきたことは、ただの帰還ではありませんでした。 それは彼らが乗り越えてきたすべての試練や苦難を乗り越え自分たちの道を切り開いてきた証でもありました。そして彼らの姿は私たちに夢と希望を与えてくれました。彼らの期間はただの終わりではありません。それは新たな始まりでもあります。彼らがこれからどんな挑戦や困難に直面しようともファンは彼らを支え応援し続けることでしょう。 彼らの夢を実現させるために、私たちは彼らと共に歩んでいきます。そして最後に、彼らの期間が私たちに与えた最も重要なことは、夢を追い求めることの大切さを教えてくれたことです。彼らが乗り越えてきたすべての困難や試練は、彼らが本当に信じる夢のためにあったのだということを、私たちに教えてくれました。紫輝くん、岸くん、神宮寺くん、彼らの期間は、 私たちに多くのことを教えてくれました。そして彼らの夢は私たちの夢でもあります。彼らの姿を見て私たちは再び夢を追い求める勇気を与えられました。彼らの期間が私たちの心に永遠に残ることでしょう。彼らの期間に関するあなたの感想や思い出は何ですかどのような夢を追い求めていますかこれから彼らの活動をどのように応援しますか私たちの夢の旅を共に歩みましょう。